2016年6月14日、韓国聯合ニュースなどによると、韓国、釜山のカラオケ店の入るビル2階から20代の女性が転落し、重傷を負った。女性がトイレの入り口だと思って開けたのは、非常脱出用の防火扉で、外には階段も床もなかった。釜山東部警察署によると、この日午前0時頃、市内のカラオケ店で、22歳の女性が、2階の非常脱出用の防火扉を開け、建物外の 3.8 メートル下に転落した。女性は、頭や腕などを骨折し、近くの病院で治療を受けている。女性は、この日、友人たちと酒を飲んだ後にカラオケ店を訪れ、トイレと間違って防火扉を開けて転落した。扉の外には、折りたたみ式のはしごがあるだけで、床も階段も設置されていなかった。また、扉前には、関係者以外立ち入り禁止、墜落注意、火災時ははしごで脱出してくださいとの注意書きがあったが、酔った女性の目には止まらなかったとみられる。このビルでは、昨年9月にも、客が2階から転落したが、その後予防策は取られていなかった。消防法上、こうした非常扉には鍵をかけられないため、カラオケ店主は、普段から鍵をかけていなかったと話している。これを受け、韓国のネットユーザーがコメントを寄せている。こんな建物自体、許可されるのか？未開な国でもあるまいし。まるで地獄への扉じゃないか。別次元につながる入り口みたいだな。この建物が合法だとしたら、それも笑える話だな。漫画みたいな話だ。うちの近所のビルもこうだよ。見るからに危なそうだけど、行政上は許可されてるんだろうね。発展途上国のニュースでしか見ない話かと思っていたが。鍵をかけてもダメ、かけないと転落か。悩ましいな。海外で話題になったらみっともない。下にトランポリンの一つでも設置したらどうだ？まだこのくらいの高さでよかったけど、もしもっと高かったら。この国の国民安全署には、座ってコーヒーを飲んでる人しか集まってないんだな。